ジャニーズ消滅に揺れる紅白歌合戦、元キンプリヘイヤー仕様の駆け込み出場の可能性。ジャニーズ問題が紅白歌合戦に波及。日本の音楽シーンを代表する大イベントである NHK 紅白歌合戦がジャニーズ事務所の被害者保障問題により揺れています。NHK はジャニーズタレントの新規起用を見合わせ、これが実施されれば、 紅白のステージに欠かせないジャニーズ性の枠が空くことになります。一方で、元キングプリンスへのメンバーである平野潮を中心に、彼らが新たな活動の場を模索しているとの報道が広がっています。本校では、これらの出来事の背後に潜む様々な動きと、特に平野様の駆け込み、出場の可能性に焦点を当てます。ジャニーズ問題の波紋。 ジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川氏の性加害問題に端を発する騒動が NHK 紅白歌合戦に影響を及ぼしています。NHK は27日の記者会見でジャニーズ事務所の被害者保障や再発防止の取り組みが十分となるまで大晦日の紅白歌合戦において新たなジャニーズタレントを起用しない方針を示しました。 これにより、既存のジャニーズタレントには影響が及ぶことなく、新規起用にブレーキがかかる状況となりました。ジャニーズ性の枠が消滅すれば、これにより芸能界には大きな波紋が広がりました。ジャニーズ性の枠が消滅する可能性が浮上し、これに伴って他のアーティストにとっては新たなチャンスが訪れることとなります。特に、 紅白歌合戦の舞台に立つことが夢とされる中、ジャニーズ問題が絡むことで、舞台裏には激しい動きが広がっています。元キングプリンスへの新たな動向。ジャニーズ性の枠が消滅することで、一部のアーティストには新たな機会が巡ってくるかもしれません。この中で注目されているのが、元キングプリンスへのメンバーたちの動向です。 特に、平野紫耀、神宮寺勇太、そして岸ゆうたの3人には期待が寄せられています。岸ゆうたの飛べ加入と新たな音楽活動。岸ゆうたが、ジャニーズを退場した直後の9月17日に滝沢秀明氏が率いる飛べに加入したことは、音楽界に新たな風を巻き起こしました。 これを受け、芸能関係者は、騎士もほとんど間を置かずに飛べに介入、平野、神竜寺と合流して3人で音楽活動を再開すると言われています、と伝えています。平野仕様の音楽活動再開への期待。この中で特に注目されているのが、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様の動向です。 すでに彼は音楽制作に向けた準備を進めており、有名ダンサーのリーハタオとともにツーショット写真やダンス動画を SNS に公開しています。さらに、リーハタも彼をサポートするコメントを発表し、平野の音楽活動に対する期待が高まっています。紅白歌合戦への駆け込み出場の可能性。 平野紫仕様はすでに準備が整っており、もし騎士ユータとの合流後に新曲を発表し、注目を集めれば、駆け込みで紅白歌合戦への出場が現実的とされています。NHK としても、ジャニーズ性の枠が消滅する危機に瀕しているため、数字を持っている平野らもとキングプリンスへの3人を起用する意欲があるとされています。 ジャニーズ問題が芸能界に波及する中、新たな可能性が広がる。NHK 紅白歌合戦がジャニーズ問題の余波に巻き込まれつつある中、元キングプリンスへのメンバーたちが新たな動きを見せています。騎士ユタの飛べへの介入や平野市用の音楽活動再開には多くの期待が寄せられており、 彼らが新たな舞台に挑む姿勢は多くのファンにとっても注目されています。紅白歌合戦の舞台に立つことができるのか、それともやめジャニ祭りとなるのか、これからの動向がますます注目されます。